はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。今回はですね、ワールドトリガーの動画をやっていくんですけれども、今までのね、ゲーム実況動画とはちょっと一風変わって、まあ、ある種のね、解説動画みたいなのをね、やっていければなと思ってます。第1回となる今回はですね、ワールドトリガーの、まあ、武器の一種であるトリガー、その武器トリガーの、ガンナートリガー、その中のアサルトライフルという感じで、BBF とかに載っている、その分類されているものについてちょっとね、詳しく解説できればなと思ってます。解説でもね、私のこう、想像とか予想も含まれてますんで、まあこれ、もちろんね、これが正しいよっていうのは絶対ないんで、まあこういうのも、こういう見方もあるんだというので、楽しんでいただければなと思ってます。はい、じゃあ早速行ってみましょう。ですね、まず、このガンナートリガーの一種であるアサルトライフル。これね、結構ね、BBF 内とかでも書かれてるんだけど、種類が豊富なんですよ、すごく。で、その種類がね、いくつかあるっていうのと、まずそれをね、ご紹介できればなと思ってるんですけれども、まあ、多分標準装備、アサルトライフルの標準型である、この嵐山さん、嵐山隊が2人持ってるじゃないですか、嵐山さんとトッキーが。で、その、この形がね、多分今写真出てるんですけど、この形が一番標準だと思ってるんですね。まあ、要は重心が2つついて、持ち手があって、サイトがついてみたいな感じのね。で、これが標準で、結構みんなこの B 級とか A 級の方々も多分こういう形を使ってる方が多いかなとは思うんだけれども、それ以外にもね、いくつかあるんですよね。まあ、でもまずこれをね、ご紹介できればなと思ってます。これまず1個目。この標準型については、結構装備してる人がやっぱりこの作中でも何人かいて、この方々が基本的に持ってるんじゃないかなと思っています。で、もちろんね、BBF に書いてある通り、いろんなオールラウンダーとかガンナーがやっぱアサルトライフルで持ってるんで、もちろんね、これ以外にも、この人たち以外にもたくさんいるとは思うんですけども、まあ、劇中というか原作で描写されてるのは、この面々かなと思ってます。で、これとはまた別に、犬飼隊員と、若村隊、今ジャクソンが装備してるのは、一応アサルトライフルっていうくくりではあるんですけれども、ちょっと形状が違う、ちょっと丸っこい特殊な形してるんで、これについてもね、また後ほど説明しようかと思ってます。最後にこれはアサルトライフルなんだけどちょっと全然違うっていうのが、影浦隊のゾエさんが持っているやつ、あれもね、一応アサルトライフルってくくりなんですよね。基本的にこの、嵐山隊パターンと、あと犬飼ジャクソンパターンと、あとゾエさんパターンの、この3パターンの3種類のアサルトライフルが登場してるかなと思ってるんですね。もちろんね、他にもショットガンとか、あとはグレネードガンとかあるんですけど、今回は、初回になる今回はこのアサルトライフルのに絞って、解説できればなと思ってます。まずね、じゃあ、ゾエさんのアサルトライフルがいきますか。標準的なものじゃないんですけど、もともと多分、元になった現実武器があるんですよ。写真見た感じ、この写真と、劇中のこの、書かれ方を見た感じ、アサルトライフルではなく、ライトマシンガン、軽機関銃っていうのに分類される、M60 っていう銃があるんですね。それが結構元になってるんじゃないかなと思ってて、この銃はですね、結構いろんなゲームとかでも登場する、ライトマシンガンっていう、すごいアサルトライフルよりもひたすら弾が多くてめちゃめちゃ威力が高いっていう、だけどすごいめちゃめちゃ重くて反動でかいからすごい撃ちにくいっていう武器があるんですけど、多分それじゃないかな、それが近いんじゃないかなって思ってるんですよね。だからこの銃にはゾエさんの武器にはサイトがついてない。サイトって覗き込むスコープなんだけど、それがついてないんですよね。だから多分この劇中、この原作の中で登場あんまりしてないのは、やっぱりこうゾエさんの戦い方のスタイルに合ってるからというか、一般的な戦い方のスタイルと合わないから、なかなか難しいからっていうのがあるんでしょうね、きっとね。で、じゃあ次の武器紹介しますけれども、この犬飼さんや、あとロックン、ジャクソン、呼び方が安定しないですね。僕ジャクソンって言いますけど、そのジャクソンの持ってるこの形、丸っこちょっとね、特殊な持ち方をするこのアサルトライフルなんですけど、これもね、ちょっとアサルトライフルっていうとなかなかこう難しいところがあります。結構この形の銃はいろんなゲームで登場してます。で、これは一発で分かった。これはP90 ってやつが現実世界にもあるんですけど、その P90 が元になってますね。この銃はですね、この銃もちょっとね、アサルトライフルっていう分類をしていいのか分かんないんですけど、現実世界ではアサルトライフルからちょっと派生した短機関銃って呼ばれる、さっきの軽機関銃とは違う
サブマシンガンっていうね感じに分類されてはいるんですよね。でサブマシンガンっていうのはアサルトライフルよりも弾数がちょっと多いというか、一発一発の間隔が狭いというか、結構ひたすらこう連射がしやすい武器なんですよね。まあ、やっぱりこの近距離戦にすごい強かったりするんですよね、この武器は。そういう部類の武器だと思ってるんですよ。だから多分それを使ってるのはおそらくですけど、まあ犬飼い隊員にとってはやっぱり二宮さんとか、まあもともとね琴原さんがいましたけど、その二人は遠距離戦を担えたから短距離に強い武器を選んだんじゃないかなと思ってて、でやっぱそれを師匠、犬飼隊員を師匠としてるからジャクソンもそれを使ってるんじゃないかなと思うんだけど、カトリ隊に関しては結構遠距離弱いのでなかなかね厳しそうな感じはしましたけど、まあ、それは置いといて、そんな感じのね、2種類目こんな感じのアサルトライフルになってますと。で最後に、まあ、オーソドックスで一般的なみんなが使ってるこのアサルトライフルなんですけど、これに関しては現実世界でこれと言える武器がなかった。多分これは完全にオリジナルで書いたんだと思います。そもそも重心2つあるしね本当にね。でアサルトライフルの基本装備であるマガジンっていうんですかね、よく写真で見ると曲がってる部分があるんですけど、あそこ持つところなんですけど、あれがないんですよ。あれがない代わりに変なものを吸ったりするんですけど、だから多分これに関しては本当にオリジナルで書いたんじゃないかなと思ってます。でちょっとね思ったんですけど、嵐山さんとか持ってるこのアサルトライフルとテルヤちゃんとか鳥丸が持ってるこのアサルトライフルって若干形状が違うんですよ。何が違うのかっていうと、この左手をね、前の手を添える部分がでっかいポケットみたいなのがついてるのと、そこがないんですよね基本的に。まあないっていうか短いというか、すごい幅が狭いんですよね。これなんでだろうと思ったんですよ。これ同じアサルトライフルっていうくくりで同じガンナーとかオールラウンダーの装備なのに何がこれ違うんだろうなってちょっと思ったんですけど、ちょっと予想したんですよ。でこの違いについて僕は3つ予想しました。1個目は鳥音量、このガンナートリガーに割いているトリオンの量によってこの部分が違ってくるんじゃないかなっていう想像を1個しました。最大弾数というか、トリオンを弾にして打ち出すじゃないですか。だからそのひたすら多く打てるように持ち手の部分をね、マガジンみたいな感じで大きくしてるのかなっていう予想したんですよ。で大きいのは嵐山さんとトッキーとザキさん、あとレイジさんか、この4名なんですよね。これってやっぱそれのせいがあるのかなと思って、基本的にやっぱり嵐山さんとかトッキーとか、まあ、ザキさんは分かんないけど、やっぱ射撃トリガーで使うじゃないですか。あんまりこうスコビオン出さないというか、まあ、レイジさんに関してはその大きいバージョンとあとちっちゃいバージョン、それがないバージョン持ってるんですよね。だからちょっとこれは分かんないなと思ったんですけどね。まあそれが1個目です。2つ目、これ大きいモデルって実は旧モデルなんじゃないかなと思ってて、旧モデルっていうのがまあ要は昔にできたモデルですよね。一番最初にできた方のモデルなのかなと思ってて、この大きいの使ってるのってさっきも言ったように嵐山さん、トッキー、柿崎さん、あとレイジさんなんですよ。この4名って割と初期からいるんですよね、ボーダー創設からか。割と初期からいるんで、最初はこれでできてて、でどんどんどんこう時が経つにつれて軽量化かつなんだろうシンプルになった。でみんな鳥丸とかこう使っていくようになったのかなって思ったんですけど、でその嵐山さんたちはやっぱこの銃の方が使いやすいからこれを持ってるみたいな感じなのかなって思ったんだけど、わざわざ正直残す意味がないですよねこのだとしたらぶっちゃけこれ嵐山さんとかも普通に新しい最新モデルすればええやんって話なんで、ちょっとこれに関しては自信がないです。でもそんな感じなのかなっていう感じはしたんですよね。じゃあ最後いきましょう。最後に関しては若干僕これ自信あります。最後はサブウェポンというか2つ目の弾トリガーによって大きさが異なるんじゃないかと思ってます。大きい人ってレイジさん1回抜きます。レイジさんは1回抜かしてください。嵐山さん、トッキー、ザキさんの3名ってアステロイドと別にメテオラ持ってるんですよ。でメテオラを撃ってるんですよね。だから結構大きいのかなと思って、で小さい、武器を持ってる人たちって、テルヤさんと車隊長とトリマルはハウンドとバイパー持ってるんですよ。だからその威力の差というか、その容量によって大きさが異なってくるんじゃないかなと思ってて、もし嵐山さんとかトッキーが
メテオラじゃなくてハウンドを装備した場合はちっちゃくなるんじゃないかなっていうね予想をしました。やっぱそのトリガーによって大きさが異なってくるっていうのは結構ねこれは根拠としては大きいんじゃないかなと僕は思ってます。これはやっぱりこの BBF にブリーフィングファイルに載っている通りなんでそうじゃないかなって予想したんですよね。そんな感じでねこの大きさ違いというかモデルはどうして違うのかっていうねモデルの大きさはどうして違うのかっていうのを想像してみました。もしこれ以外になんかこれこの説もあるじゃないかなって思ったらぜひください、意見ください。さあそんな感じでトリガー紹介、ガンナートリガーの紹介以上となります。いやーね、僕あんまりこう他の方の YouTube の動画とかあと Twitter とか見ないから多分ねこのこういうガンナートリガーに着目して紹介したのって僕が初めてなんじゃないかなと思ってて、だから結構自信というかなかなか面白くできたんじゃないかなと思ってます。で今回はアサルトライフル型に絞ってやったんですけど次回はハンドガンとかあとはショットガンとかグレネードランチャーとかに1個着目してできればなと思ってます。いずれはねスナイパーとかねスコーピオの形とかやれればなと思ってます。はい、こんなねなんかすごいオタクトークみたいなのにすごい最後まで見てくれてありがとうございました。いやね、こんな解説動画もなかなかね斬新に良かったんじゃないかなと思ってます。というわけで今回の動画はこれで終わりとなります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。